皆さんこんにちは、岸本慎太郎です。週末天気予報ボリューム3ということで、週末のお天気をお届けいたします。今週は急な雨や日中の暑さなど、日によってコロコロとお天気が変わる1週間だったので、体調を崩してしまったという方も多いみたいです。晴耕雨読という四字熟語があります。晴れた日は畑を耕して、雨の日は家の中で読書などをして心穏やかに暮らすという意味なのですが、皆さんは心穏やかに暮らせてますか？雨が降ってきたり猛暑がやってきたからといって簡単に仕事や学校を休むわけにはいきませんが、晴耕雨読を意識して心は穏やかに保ってくださいね。さて、今週末は穏やかなお天気になるのでしょうか？それでは今週の週末天気予報どうぞ。はい、7月23日から25日までの週末天気予報をお伝えいたします。曇りや雨の日が続きましたが、今週から夏の青空が戻ってきそうです。ただ湿った空気の影響で曇りや雨のところもあるでしょう。札幌、仙台、新潟は土曜日に雨が降りますが、その後は晴れか曇り。気温も徐々に上がっていって、札幌では25度以上、仙台では30度以上まで上がりそうです。熱中症にならないように十分にお気をつけください。東京から広島は晴れるところが多いでしょう。気温もかなり高くなりそうで、東京や名古屋では34度まで上がる日も。こまめに水分をとって屋外での作業はできる限り短くしましょう。晴れて日差しも強くなりますので、紫外線対策もしっかりとしてくださいね。福岡は月曜日に雨が降りそうです。ところによっては大雨となる恐れもありますので、天気 JP のアプリで今後の予報や雨雲レーダーなどを確認してゲリラ豪雨対策をしましょう。気温も高いので、お出かけの際は折りたたみ傘と飲み物を忘れずに持っていってくださいね。今週もユニクロのスタイリストさんが週末にぴったりの服をコーディネートしてくれました。夏の青空が戻ってくる今週末は気温が高く、室内にいても蒸し暑く感じそう。そんな日におすすめの服装はこちらのパンツにポロシャツの組み合わせです。センタープレスの入ったパンツにポロシャツの組み合わせはかっちり見えますが、こちらは動きやすくて快適。オフィスなどではもちろん、テレワークの時にもストレスなく着ていられそうです。気温が上がって汗をかいても吸水性と速乾性に優れているこのポロシャツならベタベタしません。パンツも軽い履き心地で風を通しやすいので、暑い日でも履けちゃいます。雨の日や湿度の高い日でも速乾性のある生地なら不快感が大幅に軽減されます。急な雨が多いこの時期にはぴったり。同じコーディネートでも小物使いや色の組み合わせで印象がガラッと変わります。ワンパターンになりがちなこの時期の服装もそういったアレンジを加えてみてね。いかがだったでしょうか？暑い日も雨の日も仕事は休めない、そんな時はコーディネートを変えて気分を上げていきましょう。週末天気予報ボリューム3、ご視聴いただきありがとうございます。この YouTube のチャンネル登録、 SNS のフォローもよろしくお願いいたします。コメント欄でお天気に関するコメントや質問もお待ちしております。動画でお答えしちゃうかもしれません。学生の方は夏休みに入った頃だと思いますが、宿題はちゃんとやっていますか？僕は宿題をやらなかったことはありませんが、いつもギリギリまでやらずに8月後半になって焦るタイプでした。僕と同じタイプの方は多いと思いますが、そんな方におすすめの宿題の片付け方があります。その方法は概要欄をご覧ください。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。